背景です。今回は甲斐野博最高の男すぎる件ということで、今回は新たにライオンズで人的教授として来ることになりました甲斐野博投手について話していきたいと思います。まあ、甲斐野博投手の、ね、良さっていうところをね、改めて、まあ、皆さんにも知ってほしいなっていうところで、ちょっと話していきたいと思います。それでは人的教授に加入の甲斐野が最高すぎる件ということで、まあ、今回はね、甲斐野博投手の素晴らしい部分を、たくさん、僕の方から紹介させていただきたいなと思います。まあ、まずね、甲斐野博投手の素晴らしいところ一つ目は、やっぱり何より、まあ、スペックですよね。まあ、選手としてのね、能力っていうところが非常に優れているというところになります。最速160キロ、平均 155.3 キロのまっすぐと、まあ、落差のあるフォークボールを持っておりまして、やはりまあ、これだけ速いボールを投げれるピッチャーっていうのは、まあ、球界の中にもね、そうはいないのかなというふうに思います。で、その中でね、しっかりと昨シーズンも46試合に投げて、防御率も 2.53 ということでね、結果も残しておりますし、まあ日本代表経験というところもあってですね、まあ本当にね、実績も十分な選手なのかなと思います。まあスペック面は申し分ないですし、まあライオンズに来てくれたからには、間違いなくね、戦力になってくれる選手なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ甲斐野投手、実力はさることながら、まあグラウンド内の部分だけではなくて、グラウンド外の部分でも、まあ本当にね、素晴らしい選手であり、素晴らしい人間でもあるのかなというふうに思います。で、まあやはりね、ソフトバンク時代っていうところも、非常にこうチームのムードメーカーとしてめちゃめちゃ愛されていた存在だったらしいんですよね。まあ故障で結構苦しんでいた時期もあったんですけれども、まあ、その時でもね、本当に常に明るく前を向いて頑張っていたっていうところもありますし、まあ、非常にね、こう後輩を可愛がったりだとか、まあ、先輩からも可愛がれる、まあ、チームメイトからも愛される存在だったということになります。まあ、新天地での挑戦っていうことにはなりますけれども、まあ、ライオンズに来てもね、まあ、すぐにチームに馴染める選手なんじゃないかなっていうふうにも思いますし、まあ、ライオンズの中にも本当にね、いいものを吹き込んでくれる選手なんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、そういった部分でもね、非常に楽しみな選手の一人かなというふうに思います。そしてね、もう一個甲斐野投手に関して本当に素晴らしい感動のエピソードがありまして、それがね、ちょっとこれは取り上げられているものでもあるんですけれども、末期のガンのファンの方と、まあ、試合前にキャッチボールをしたっていうものがね、ドキュメンタリー番組で取り上げられておりました。まあ、これはね、ソフトバンクファンのこう末期のガンに苦しんでいる、まあ、男性の方がいまして、でその人がね、まあ、本当にもう、 こう余命宣告っていうのをされて、まあ、死の間際っていう状態だったんですよね。で、まあ、最後ね、こう亡くなる前に、まあ、野球観戦をしたいっていうことで、まあ、ソフトバンクの鷹の祭典を観戦しに行って、でその人が、まあ、好きな選手だったのが、まあ、甲斐野投手だったということになります。で、まあ、そのね、試合を見に行った男性なんですけれども、まあ、ちょっとね、まあ甲斐野投手って大体やっぱ中継ぎのピッチャーなので、まあ、試合の終盤にね、出てくることが多いんですよね。ただ、まあ、ちょっとその男性の方がね、やはりこう末期のガンっていうこともあって、まあ、体力的にも、まあ、試合を最後まで観戦できないっていう、状況だったんですよね。だから、まあ、甲斐野投手のね、ちょっと登板を見ることができないっていう形になってしまって、でそれでね、甲斐野投手は何をしたのかっていうと、試合の前なのにもかかわらずね、その男性の方と、まあ、キャッチボールをして、そしてね、自分が愛用していた、キャンプからずっと愛用していたグローブをプレゼントしたんですよね。自分の投げている姿を見られないっていうところで、まあ、そういったね、プレゼントをすることができる、まあ、そしてファンのためにね、まあ、そういったね、アクションを起こすことができる甲斐野投手、まあ、本当にね、僕はこのエピソードを見てですね、素晴らしいなというふうに思いました。まあ、YouTube でね、調べるとね、しっかりと30分ぐらいの番組が出てきますので、まあ、ぜひね、ライオンズファンの方にもね、この動画を見てほしいなというふうに思います。まあ、僕も Twitter の方でね、ちょっとリツイートさせていただきました。まあ、本当にね、そういうふうにこう人間としても、まあ、素晴らしい、まあ、選手としてもね、こういったファンサービスもできる、素晴らしい人間ということなんですよね。まあ、本当にね、そういった選手が、まあ、加わってくれるっていうことは、まあ、本当にライオンズファンとしては嬉しいことですし、まあ、間違いなくね、チームに、いいものを吹き込んでくれる、選手の一人なんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんなね、グラウンド内でも、まあ、グラウンド外でも素晴らしい甲斐野投手、もう本当にね、皆さんも、ぜひね、応援していってほしいなというふうに思いますし、まあ、ちょっとね、今回のこの山川選手の FA っていうところは、まあ、本当いろんなことがあって、まあ、最後の最後、人的保障でもね、ちょっとモヤモヤすることがあって、まあ、非常にね、こう複雑な心境を持っている
ているファンの方もたくさんいるかもしれないんですけれども、まあ、ライオンズにね、素晴らしい選手が来たっていうことは、間違いないですので、まあ、ぜひね、一緒に甲斐野投手応援したいなというふうに思いますし、まあ、間違いなく本当にライオンズに、いいものを持ってきてくれる選手だと思いますので、まあ、まずはね、ちゃんと、シーズンの中でね、チームの戦力となって、活躍してくれるように、そしてね、またチームメイトともね、こう仲良くなって、まあ、チーム全体をね、こう盛り上げてくれるような、存在になってほしいなというふうに思います。甲斐野投手、ぜひみんなで一緒に応援していきましょう。以上です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察、解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。Twitter も毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございました。